芸術祭を開催させていただきます。奈良県有名専門展覧会コミュニティ会長をさせていただきます田中でございます。コロナ禍において皆様大変ご苦労されていることと察し申し上げます。そこで本日は白駅第三祈願奉納芸術祭として、霊験新たな三宮神社様の御神力で一刻も早い芸術パフォーマンスを奉納させていただきます。三宮神社様にはお忙しい中いろいろお世話になり本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。また演奏していただくパフォーマーの皆様はコロナウイルスの影響で撮影の機会が激減したとお聞きしております。本日は無観客で観客ばかりの中ですが力いっぱいご奉納していただけたらありがたいと思います。最後にこの芸術祭開催にあたりましては企画から構成まで皆さんご尽力いただきましてありがとうございます。簡単ではございますがこれで挨拶をさせていただきます。今日はよろしくお願いします。私たちは今年の1月から本番がなかったのでこの日のために頑張って練習してきました。全力で頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。1曲目はロンドン橋でした。この曲はゆったりしたテンポで皆さんも一度は耳にしたことがあると思います。今回はメロディーをゆっくり演奏しました。次の曲も楽しみに聴いてください。次に演奏します曲は聖女の行進です。聖女の行進は聖女が町にやってくると言われ一度聴くと耳から離れない曲です。聖女の行進を歌ったルイ・アームストロングさんの代表曲でもあります。楽しんでお聴きください。Thank you.
て気持ちいいところが答えだから安心してあなたの気持ちを皆さん、本日は、ご出演くださいましてありがとうございます。悪劇隊さん、祈祷法の、音楽芸術祭ご参加くださいまして誠にありがとうございました。そして、観光神社様、このような素晴らしい場所を、お貸しいただきまして誠にありがとうございます。我々の願いも神様に届いて青空の下、こういった場所で聖火の下音楽祭を開かせていただきました。柳崎有名専門展開、13の店舗が加盟しておるんですけれども、商売を通じて、皆様に元気を、伝えていければなと思っております。今日の、音楽の配信につきましてはまたホームページ等でお知らせさせていただきますのでまたご確認いただければなと思っております。来年はこのコロナも収束しまして、また、いつも通りこういったマスクもなくて密も避けなければいけないとかそういった制限もない状態でこういった芸術祭が開催できることを記念いたしまして締めのご挨拶をさせていただきます。本日は、皆様ご出演くださいまして誠にありがとうございました。ただいまにおきまして奈良県有名専門展開主催悪役退散祈願報道芸術祭を終了させていただきます。